皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。芸能覆面座談会、梅雨明け前だというのに、早くも厳しい暑さに襲われている日本列島。芸能界ではお笑いに関するニュースに熱い視線が継がれています。おなじみのメンバーが気になる話題を掘り下げます。リポーター民放各局の10月期の番組改編が続々と明らかになっているね。 ワイドデスク特に話題になっているのが昨年10月になり物入りでスタートしたお笑い番組が早くも終わってしまうこと TBS のジョンソンやフジテレビのおどおどかけるハラハラが9月末で終了するとスポニチが報じていたのを見て驚いたよ週刊式者ジョンソンは人気バラエティーリンカーンの後継番組として期待が高くかまいたちや ニューヨークら今をときめく人気者を起用おどおどかけるハラハラもオードリーとハライチという人気者と元テレビ東京のヒットメーカー佐久間信之氏が演出という豪華なタッグだったよねワイドデスク両番組ともスタート当初はかなり気合が入っていたから1年で見切りをつけるとは思わなかったよスポニチ本紙デスク決断の背景には何があるのかな 週刊式者、やっぱり一番は視聴率の問題だと思う。両番組とも開始当初から、民放各局が重要視している個人視聴率や高視聴率で苦戦していた。リポーターさまざまな企画で手こ入れしながらに、3年は様子を見るのが最近の傾向だった。富士、千鳥の鬼レンゃんが、サビだけカラオケ、のヒット企画を生み出したことで人気番組となったように、 一つの企画の力で人気番組に成長するケースもあるからね。本紙デスクテレビ離れが進む中、民放各局の経営は年々厳しくなっている。改変はさまざまな要素を考慮しての判断だとは思うけど、番組の成長を待つだけの余裕が局側になくなってきているのも事実だろうね。ワイドデスク視聴環境の変化も影響したかもしれない。 ドラマだと放送後に見逃し配信を視聴する習慣が定着し TVer での再生回数もヒットの指標になってきたでもお笑い番組は再生回数を伸ばすのがなかなか難しいリポーター最近は反響があった部分だけ切り取ったショート動画が YouTube や TikTok に違法投稿されそれを見て満足する視聴者も多いからね コアなお笑いファンが地上波ではなく配信コンテンツに流れているという現実もある。本誌デスクお笑い番組は、受難、の時代だ。他にも今週での打ち切りが検討されているお笑い番組がまだあるようだよ。週刊誌記者へ、急いで取材しなくちゃ。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。